パパです。シューです。つぶです。今日はキャンプ場にまた来ました。はい。雨降りそうだけど、3連休の中日なので、はい、キャンプに行きました。はい。じゃあ今から楽しみましょう。はい。はい。ゴー。ちょっと遊びに行ってきます。はい。気をつけてね。そうか、これ軽いから行かないのか。行かない。本当だ、ダメだね。もう海、よいしょ。これ買いました。でした。準備完了。はい、次お昼ご飯ね。お肉とシューとママが好きなホタテ、これ食べましょう。はい。はい。楽しみ。できなくなった、カチューチューできなくなった。お、ご飯も美味しそうに炊けてる。はい、座ってよ。ナス、今焼くからね。特殊なの見えた。おー、焼けてきたぞ。まだ肉ちょっと待ってろ。なんなんそれ。いただきます。どうだ。うん、おいしい。ちょっと噛み切れんか。よし。シーは？おいしい。いっぱい食べてね。うん。スイッチやってますね。今減産してる。はい。もう喧嘩すんなよ。お前がやろうって言ってきた。お前だろ。じゃあ、うん、仲直りした時に、うん、アイスをごたえる。おーい、ごめんね、ごめんね、ハグしてハグ。あ、ごめんね。ごめん、なんじゃそりゃ。よかったね、仲直りしてね。うん、それ美味しい。うん、そう、パパもこれ、これ超うまいよね、うん、大好き。ホーリーカの卵。ちょっと、あ、本当だ。え、なんすかこれ。これの、このチェスアウト
って話されちゃってるから、ちょっとなんか回答で話されてもつながってきてるんだけど、これのね、この丸がある、これに1匹ずつ入っただけ、これはもう無駄に行かない形にできないですよ。残念ながら今日はちょっと人の形にもなってるんだけど、これはもうダメなんですか？これは絶対帰らない。もう帰らないから、もし中でいいのか、なるべくこっちで割ってくるとかさせてあげたら。あー、なるほど。出し、中に出して戻す。はい、シュート、ママに問題を出します。はい、あっちで師匠に会いました、そしてもらってきました、あるものを、これなんだ、触ってごらん。軽く、軽く握ってみて、軽く、シュウ。軽く、すごい気持ちいいでしょ。気持ちいいよ。はい、次、ママ。何これ、怖っ。何これ。何だと思う？はい、答えを、シュウ。なんか、貝の赤ちゃん。貝の赤ちゃん。違います。ママは？はい。イカの卵。正解。でね、それ見して、チュウ。これさ、この中に白いのが入ってるんだけど。これさ、これがもうイカの赤ちゃん。1、2、3、4、5、6個ぐらいあるじゃん。うん、この玉が、うん、ってことは6匹入ってるってことなんだって。うんうん、で、もう少し時間が経ってるとこの1個1個の中にイカの形で入ってるらしいんだけど、これはまだイカの形になってないって。師匠に会って向こう気づくかなと思って俺何も言わなかったの、そしたら「おお久しぶり」って言われて、「あ、覚えててくれてたんだ」っつって、器屋さんを見て、「シュー大きくなってねえな」って言って、同じ顔してるから「ね、つば下の子です」って言って、で「シューはいるの？」っつって、だシューのこと覚えてたよ、師匠。すごいね、さすが弟子。あれはパパ、一粒のやつね、今ここに置いてたらね、パパね、肘でね、ビシャって潰しちゃった潰しちゃった。これ出せるよ、でもそれ一個ね。どうやって？お、出てきた、出てきた。形できてないね。あ、これはできてないんだ。なんとなくもうちょいっていう感じですか。明日行きます。すいません。ここにいるからね、飲んできていいよ。おかえり。あ、遊んだ、雨降ってきたね。一回ちょっと戻ろうか。よし、じゃあ行こう。楽しかった？よかった。ちっちゃ雨降ってきたからね、ちょっと中入ってね、キャンカーの中で一回避難して、ポケモンね。
くよ。レーザービーム。おい。入れて。指入れていい？空いてるここに指入れて。よし、OK。Thank you。Thank you。こんなに。ギリギリっす。口がやばい。どれ？なぜか口がやばい。そしてキリギッションです。キリギッション。名前をつけました。キリギッションです。捕まえたね。足を一回ちょっと それで逆に見えなくなってる。あ、照らさなくて一瞬は。キリギッション、キリギッション。すごい泣いてたね、さっきね。キリギッションね。よし、これで締めます。